強い姿勢の作り方。ここは右足を左に下げて構え変わってきたよ。ナイス姿勢。おお、いい姿勢、いい姿勢。はい、こんにちは。格闘技研究家の土屋です。こんにちは、会員の高野です。はい、今回はね、はい、姿勢っていうテーマでやっていこうと思います。姿勢、はい、構えじゃなくて姿勢です。はい、まあ同じか。はい。構えっていうとなんか一つに絞られちゃいそうなんですけど、基本的に多分ね、動いていくと構えって変わると思うんですよ。はい、だからあえて構えって言わないで姿勢で、今回は強い姿勢の作り方っていうテーマで、はいはい、やっぱね、動いていくと弱い姿勢が生まれて、その時に攻め込みやすい。オフェンスやってるとね、逆にこっちも、あ、これ今弱点なんだよな、ここで攻め込まれたら嫌だって言って、あ、やんなかったかみたいなことがあるんで、はい、強い時と弱い時の姿勢、これ何なのかとか、なんかこう気がついちゃうんだよなとか、地に足がつかないんだよなとか思ってる人は、ちょっとしたコツとかをね、今回解説していこうと思いますので、最後までご覧いただければと思います。では行きましょう。はい、じゃあ解説していこうと思います。よろしくお願いします。まずね、前提としてなんですけど、はい、強い姿勢作ってことですね。はい、構え、はい、うん、とは悪くはないですね。で、この時にちょっと押してみて、はい、ちゃんと姿勢が保ててればいいんです。はい、足がこれがね、どういう状態なのかっていうと、アップライトすぎるとね、押されちゃうんですよ。アップライトのとこ反らしすぎて、はい、うん、ちょっとね、猫背というか気持ちね、肩が前にあった方が良くて、僧帽筋を使うというか、はい、うん、肩をちょっと内旋しながら登場する、はい、ちょっとそこを使うと、腕からグローブまでをこの背中と肩で支えることができて、なおかつ支える筋肉が強いから、この手がね、押されないんですよ。はい、そう、それをここで固めることができて、上半身が全部ビシッと固まるから、顎を引いて姿勢を、ね、ちょっと前にしとくことで余計押されないよっていう姿勢が作れるんですけど、はい、これなんかあれなんですよね、前も話したと思うんだけど、デッドリフトとか入れる時の引き切らないところ、この姿勢とちょっと似てるかな。おお、うん、このぐらいの姿勢って結構強いんだよ。はい、タックル姿勢っていうか、はい、うん、この姿勢でなおかつパンチが打てるっていうぐらいのところが結構強い。背中、肩、この筋肉が緊張ができるところですね、うん、そこは結構強いと思います。はいはい、で次なんですけど、じゃ構えます。はい、構えます。はい、はい、でパンツが打ってきます。打ちながらこう動きます。で、動いた時にストレート無限に打てるわけじゃないと思います。はい、じゃストレートが打てる時と打てない時の違いって何なのか。はい、ジャブは多分無限に打てるでしょ。はい、そうですね。じゃあジャブと同じ頻度でストレートをずっと出し続けられるか。左足前、はい、ジャブはこうやって打てるんですよ。右も左も出る、はい、うん、じゃあストレートをこうやってさ、ずっと打てるかっていうのは難しいわけです。姿勢が保てないでしょ、うん、難しい。確かに、何なのかというと、右足が安定してないとかストレートって打てないとか、はい、右足で打つみたいなことがあるから、ストレートが打てない姿勢っていうのは弱い姿勢だと思う。はい、ストレートが打てないんだから、こういうヘッドスリップも当然できないわけ。そうですね、だと同じなんですね。はい、でヘッドスリップができないってことは、ここからの姿勢バックもできないから、まあそれは弱いよね。だからこの姿勢を動きながらヘッドスリップ、ストレート、これが常にできた方がいい。だからこの姿勢をいかに作るかっていうのが課題だと思うんですけど、はい、この姿勢を作る前提として、右足が前にしちゃうと思う。はい、こうなっちゃう。はい。なんでやっぱ右足はやっぱ後ろにないと、まあ安定はしない。はい。だからよくありがちなのは、キックやってると、こう足揃っちゃったよ。はい。足揃っちゃうから、こうストレートできないですよ。ヘッドスリップできないですよ。じゃあどうしたらいいのっていうと、例えばちょっと、パーンって押してみて。こうなっちゃう。こういう悪い姿勢になったらどうするのってなったら、ここから右足を下に下げていきます。おお。だから考え方としては、揃ったなって思ったら右足下げる、揃ったのに足がスタンスが狭まったなって思ったら足下げる。だからストレート持てるし、ヘッドスリップもできるし、ツーバックも持ってたりするよというイメージですね。なるほど。はい、でこれはね、下がりながらの戦いに結構できます。はい、守りながらこう振って引いて振って行けて、また行けんじゃん。結構右足だけ過剰に下げる、下げる。
そうするとね、スキルは結構復活するんですよ。ディフェンススキルとか、はい、これが一つのポイントで、あともう一つは足がね、ちょっと揃っちゃうんですよ。あ、ね、まあ、初心者に結構多いんですけど、ジャブ打てば打つほど足がね揃っちゃって、フェンシングみたいな、フェンシングやったことあります。はい。ということで、打てば打つほど揃っちゃうっていうケースがあったり、悪い姿勢でこうやって避けて、ボディとか落としちゃうところに、はい、うん。だから揃うっていうケースはやっぱあるんです。緊急回避をします。なんで揃った時にどうするかっていうと、じゃ揃っちゃいました。はい。はい。じゃ揃っちゃいましたって言ったら、もう一回立ち出す。ちゃんと出す。で、出さないままやるとどうなるかっていうと、こう、絶対こう、こういうスプーンに戻んなきゃいけない。この戻ってる時がこう好きになっちゃったりするから、はい。ちょっと寄せちゃったなって思ったら、過剰に出したりとかした。ずっとアウト寄りで、ビコッターンとかあるかってうまくこう、後ろ気味に戦うんだったら、はい、ちょっとでも攻めたいんだったらやっぱりねちょっと横になった方がいい場合やりやすいんで、両手を使えるからインの場合は、その時になんかずっとこうフェンシングみたいな感じで戦ってると、なんかイン弱いなって思う時が来るんですけど、うん、こっち使えねえなみたいな。そうです、インに入ったのになんか頑張っちゃうみたいな。それはあの右足がこっち出てないからどうしてだから、その右足の位置は見した方がいい。前で前足使うんだったら別にちょっと揃っててもいいんだけど、両方均等に使えてみたら、もう過剰にこっちに出してた方がいいですね。その代わり中間距離はこう弱いです、はい、まあ、弱くはないと思うけど、あの強くはない、はい、その切り替えは結構ミスター多いのかなと思いますね。あとはバランス崩れてるんですね、はい、バランス崩れてるかフォームが崩れてるか手を戻すっていうのが大事。あとはね、はい、頭の位置ですね。頭の位置、はい、強い姿勢じゃなくなるときっていうのは、だから打撃のパンチとかキックとか、あとが極端にやっぱ突きができる人が多いわけです。はい、うん、やっぱ上手い人とそうじゃない人の違いって、打撃の隙の少なさだと思うんです。はい。それは何なのかというと、やっぱ頭が引っ込めてるか引っ込めてないかの違いでもある。例えばなんですけど、ストレートとかですか、ね、はい、当たります。当たります。はい、はい、引っ込めてみて、はい、当たりません。ね、当たりません。っていうところの違いもあるし、うん、例えばミドルキック、はい、ここは当たる、はい、あと当たんないみたいなところ、ちょっとした違いで当たるか当たらないか、カウンターが、はい、とともに後ろにやっぱり重心が残ってるから、例えば前蹴り毎回蹴ってこう前に行くっていうよりは、非常に残ってて蹴った方が隙が少ないですし安定するんです。だから頭の位置を気にするのが突っ込んですね、まあ、カメ突っ込んでらっしゃる。自分はカメなんだ、カメなんだ、カメなんだって思いながら打つと結構いい姿勢で打てる。すべてカメ。そうすると本当に隙がなくて相手としたらやりづらい。でこっちもね、普段できなかったコンビネーションとかできるようになります。頭引っ込めるのは大事。でそれとともに頭引っ込めながら最初パンチで顎が上がるんじゃなくて、逆におでこでカーッて耐えられる姿勢っていうのが作れるとさらにいいかなと思います、はい、例えばですけど、ロックいきます、はい、ロックいきます、あで、これ一番ダメです、これ悪い姿勢、はい、じゃなくて蹴った後におでこ、うん、蹴った最中でもおでこに受けられてるっていうんだったら、蹴ってる最中は強いです。ミドルキックはそうはいかないと思うんですけど、ね、ただミドルキックを蹴ってすぐでこうとかね、相手のターンになった時にもうそれを見越してこう顎が引けてるとずっと強い。これはもう好きなやつ、ストレートとかもそうだし、アッパーもそうだ、みんなこうなってる、うん、やっぱただの連動で顎が上がりやすい感じだから、でもそれでもなおこう顎引きながらこう打ててる人はもう分かってる、特色を、うん、強い姿勢も分かってるし、これで顎が上がるってのは分かってるからじゃん、うん、それで受けるの前提にやっていく。でアッパーのあるあるを言うと、はい、アッパーをちょんちょんで数がちょんちょん、あ、こうして言うの俺はそうか、うん、でもこれダメだ、ダメっていうか顎上がって打ってて数が、ああ、その人からしたら顎上がるからその隙をガードで埋めましょうみたいな感じだと思うんだけど、アッパー打ってる時に相手の攻撃を食らっちゃいけないっていうか、
食らわない時に打った方がいいから、はい、まあ、ただね、その後に攻撃は絶対食らうもんなんで、食らうもんだと思ったらデコ引いとくっていうか、アッパーの距離ってもう食らう距離、はい、まあ、アッパーフックは、ね、引いといた方がいいです。食らう距離なんだよ、はい、っていう感じで、その状況とかを加味してデコ引くかいかないかっていうのを考えた方がいいですね。はい、はい、そしたら今のを踏まえてあと実践をやってみたいと思います、はい、うん、じゃあ早速いきましょう。はい、じゃあね、対人やっていこうと思います。はい、します。まずは強い姿勢、足がちゃんと開けてることと顎が引けておでこで攻撃を受ける体勢ですね。はい、でこの状態でなるべく、まあ、目をつぶらずに相手のパンチをじっくり冷静に見ながらおでこでしっかり受ける。でこの時にこう当たりに行こうとしないで、まあ、普通にこの状態でいいです。当たりに交渉しちゃうと重心が前行っちゃうんであんまり良くないんで、はい、まだただ平然と、あ、パチだなって思いながらね、受けるということで姿勢変えずにステップしながらそれができるかどうかっていうところをちょっとやっていこうと思います。はい、じゃあまず私が受けるのでまずストレートでしてください。はい、どうぞ。はい、猫背すぎる。ああ、なんかちょっと意識しちゃう。意識しちゃう。だんだんなんかこういう北京ゲージみたいな姿勢になっちゃったから。はい。アクトの格好してちゃんとこう受けなきゃいけない。はい。北京ゲージになっちゃったから。ここはちょっと難しいポイントではあります。はい。でちょっとね慣れてきたらちょっと逃がしてもいいですね。はい。もうちょっと振ったり、あのスリッピングの上までいかないんだけどちょっと振る。でそうするとギリギリ避けられたり避なしたりできたりするんで、ちょっとやってみます。はい、はい、パンチをどっちで避けてもまあ正解ではないと思いますけど、はい、まあ、姿勢が変わっていけないっていうところが問題ですね。はい、はい、やってみましょう。姿勢がパスト、そうだね、かっこよく、はい、かっこよく、こういう姿勢まで。じゃ次はね、前蹴り、はい、キックボクシングルールを追加して前蹴りを相手を押すように蹴ってもらって、はい、前蹴りもパンチもあります。前蹴りとか、まあ、蹴りの対処ってアップライトになりやすいと思うんですけど、それをしながらちょっとデコで受けるかどうかっていうチェックですね。はい、お願いします。そもそも届いてない。
キャラいいよ。最後は30秒ぐらいずつ、はい、ジャブ、ストレート、ワン、ツー、前切り使ってちょっとラッシュ気味に攻めてます。はい、で攻められてる方は体勢を維持しながらさばいたりしましょう。で、ガードはしない。はい、はい、ノーガードで背だけ維持するって感じでしょうか。はい、はい、行きましょう。はい、いなす、いなす、こっちはいなす、ストレートぐらいだ、いなす、そうそう、避けてもいい、ストレートもいい、そうそう、ストレートぐらいだ、いかがでしたか。そうですね、そう、僕は基本のパーリングとかブローキングをメインにしてるんですけど、受ける練習はほとんどしなくて、まあ、いざ受けたらこう前に突っ込んでっちゃうっていうのが結構あって、ちゃんと意識的にやっていかないと本当に癖がついちゃって。そうですね、今の感じだと打ち合いの後にちょっと弱いかもしれないですね。はい、自分も手出しながらあの姿勢は維持できないし、はい、手出してないのにあんまりいい姿勢を維持できない。そうですね、だから打ちながらちゃんとあのいい姿勢を維持できるといいと思うし、はい、あとはそのブロッキング頼りすぎてるとか、ブロッキングはブロッキングのターンを決めてやったりとか、はい、パーリングだけっていう人は攻撃をしながら、要はアーマーですよ、はい、アーマー状態を作る癖がついてない人が多いと思うので、はい、そしたら結構打ち合いとかに弱いんで。そうですね、だから打ち合いに弱いってことはガチとか、はい、ライトガチ試合とかで結構弱かったり、はい、まあ単純なね、バチバチファイトに結構弱いっていうはい、で、あんまやることはないと思うんだけど、まあ男たるものというか、はい、最終的にスタミナ切れたら打ち合いみたいなのがある、はい、キックボクシングでもなんか蹴っても無駄やなっていう時とか、痛めちゃったみたいな時でやっぱ最終的に打ち合いになっちゃうんで、はい、だこの姿勢を作りながらちゃんと攻撃するっていうのが大事ですね。はい、はい、ということで今回は強い姿勢っていうテーマでやっていきます。はい、はい、この動画が参考になりましたら高評価、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。ではまた、じゃあね。